私が困っているのを察してくれたのね。グー、ベリグーね。心強いわ。ああ、そうそう、あのね、ミヤちゃんと仲良くなりたいの。だってすっごく可愛いんだもん。君はミヤちゃんの兄ちゃんだもんね。何かいいアイディアないかな。どうかな。わあ、本当に？ちょうどいいわ。私、ミヤちゃんと一緒に行きたいお店があるの。かわいいかわいいぬいぐるみとかが置いてあるんだ。一緒に行きたい。響はそういうのにあまり興味ないから、一緒に行っても盛り上がらないのよね。本当に？やったー、ありがとう。嬉しいこと言ってくれるわね。でもお世話になりっぱなしはちょっと悔しいから、私にも何かさせて。何か欲しいものとか、して欲しいこととか。むむ？ちょっと。エッチなのはダメよ。本当に？ならいいけど、何かない？
それで何か決まった？教わる？何を？へえ、そうきたか。なるほどね。ううん、そんなことないよ。君が真面目な子って分かって驚いただけ。とにかく勉強は了解。君もミオちゃんとのことよろしくね。突然どうしたの？大丈夫、それならちゃんと言ってたから。やっぱりあなたって面白い。うん、とっても。いきなりのお誘い？そうね、今のは60点かな。採点は甘めにしたのよ。その代わり、面白い話をお願いね。いろいろと忙しくて、お付き合いをしてる時間なんてなかったから。それなりに。私、体を動かすことが好きだから。それって、授業を含めて？それなら、
3、4時間かな。なんとなく習慣になっちゃってるのよ。良くも悪くもね。ええ、趣味に使える時間が限られるの。それぞれの考えで過ごしているところかな。そういう小さな社会って感じが好きなの。あ、そろそろ授業の時間ね。ええ、本当はもう少しあなたとお話できたらいいんだけど。そうね。それじゃあまた。何してるの、お兄ちゃん。え、ミヤに何か用事？いや。よくわからないけど、お兄ちゃんが上機嫌の時って大体つまらない話だし。まんま肉まんがいいな。今日は一個でいいよ。わーい、お兄ちゃん優しい。それでいい話って何？さあ、さえちゃんの胸を触ったことある？森島先輩のは？
じゃあ、どうしてふかふかかどうかがわかるの？なんで横から見ればわかるの？横からどこを見るの？はぁ、お兄ちゃん、いつか痴漢で捕まっちゃうよ。ねえ、お兄ちゃん。なんでそんなに森島先輩とミヤを会わせたがるの？そんなに森島先輩と仲良くなりたいの？そんなの見ればすぐにわかるよ。デレデレしちゃってさ。別にミヤは森島先輩のこと嫌いなんかじゃないよ。人気もあるし、明るくて楽しそうだし、いいなって思ってるけどさ。だって先輩と一緒にいる兄にかっこ悪いんだもん。ずーっと鼻の下伸ばしちゃってさ、そんな兄に嫌いだよ。だからついつい森島先輩に当たっちゃうんだよ。もう、わかってるの？ふぅ。まあ、でも。ミヤも先輩に悪いことしちゃったし、これからは気をつけるからさ。もうすぐにそうなる。ミヤも気をつけるから、ニーニももう少ししっかりしてよね。まったく、妹に心配させないでよね。なんでもない。あ、まんま肉まんは3つだからね、お兄ちゃん。Yeah.